アンニョンハシムニカチャマでございます。行きましょう。今日もウィニングイレブンということで、今週も含めての先週のウィーケンドリーグは28勝ゴールド1ってことで、エリートにあと1届きませんでした。しかしね、まあ悔しいことに、BB さん、私のライバルと言われている BB さん、そしてエイタさん、この2人はボンバーしていますので、エリート行ってますんでね。しかも2人とも初、悲しい思い出、涙を飲んだ、そんなちゃまでございましたが、そんな悲しみを慰めてくれるコメントいきましょう。カイロレンさん、なんかまとまりのない動画だな。スイートハートさん、何このデブ、わら、使わせてもらいますわ。俺の心に傷は深まる、ボンバーということで、コメントなんて読まずにいけたいと思います。まあ中にはね、すごいありがたいコメントもありましたんでね、まあネタという感じですかね。流れ上今回はこういう紹介させていただきましたけども、グリメイ監督に戻しました。3バックでもいいんですけど、ちょっと3バックの場合ね、割とセンターバック3人そしてボランチ2枚でこの5人で守備するぐらいのとこあるんで、なんていうんですかね、結構ね調子が良くないとねいけないんですよね、あのあそこら辺が。今週調子普通で3バック3枚どっちもね、3人ともゼクチョっていう時があって、その可能性考えたら、ベンチに3人センターバック置かなきゃいけないのって考えて、それはないやろ、バカだれ、ということになりましたんで、この方ね。まあ、って言っても、センターバック2枚ですからね、パーパーしますけど。まあ、ちょっとずつレート上げて、919まで、なんとか戻しております。こう、今日かな、今日やって、めっちゃ強い人来た。今日、4連して5連目で負けるというのが2回あって、まあ、その2回取れてたらもう950だったのかなと、そう考えると悲しい気持ちではございますが、やっていきましょう。もう結構このね監督は、まあ、何が強いと思います、割と作業みたいな、割と同じことの繰り返しなんですけど、それでもね結構強いんでやっていきたいと思います。PVP が絶好調、あ、ムヒタリアン PVP 絶好調、マジ、じゃあこうしよっか、さすがにやりすぎかな、これ。どっちも左足か。まあいいよ、ロナウド入れたいな。ロナウドも好調だからね。ムバッペ後半、バチコン出してやるか。ベラッティここで。メッシ、ギャレスベル。まあ調子があんまりパーパーしてないんで、やっていきましょうかね。スラビーシュ・ヨカノビッチ。3CB か。3CB でボンバーしていくと。3トップだったんでね、4CB に変えましたけども、どうなんでしょう。あ、勝率どんぐらいだろう、相手。強そうやな。あ、見れませんでしたね。あ、でも1600、1400とかだっけ。だから、割とまあ7割は超えてる。俺7割キープでも1000から上がらなかったんで、わかんないけど75%とか、ペース次第だけど、75% とか80%ぐらいは超えてる。モサモサモーサーの可能性ありますから、ぜひ勝って、今落ち目のチャマ、落ち目っていうかなんだ、スランプ、勝てない時期ですけど、ここで弾みをつけていきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたしますということで、4-2-2-2 4-2-2-2 4-4-2ね、これさあカウンターですからね、割とパーパーしていけたらなと思いますが、いかがなもんなんでしょうか。ここ難しいな、今取れたらかなり良かったけど、あー、これボレー蹴ってほしいんだけどね、クロスだったの最後、三角とか×だったらもしかしたらディフェンスに当たるかもしれないけど、グラウンダーパスボンバーできたかもしれないね。よいしょ、頑張れ、ナイス。サンチェスマジで強いからな、レベルがどんぐらいのものなのか気になるとこだけど、あ、PK ないの、ボール触ってた今、判定ナイス、 OK、 あ、オーバメがずらしてくれてる、勝てるのかお前、あ、無理か、あ、ネイマいった、あ、通った、あー、これは、いや、はい、あ、ピーピーピーだ、ロナウドにスバババン行きたかったけど、
これ難しいね。ここサイド生かした方がいいのか。田中戻したくないね、これね。はい、ここは、あ、待って、いやー、キャンセル効かんかった。ここ1枚剥がされちゃうときついですね。はい、戻してくるのか、どうなるんだ。いやー、ナイス、クリアしよう。これ怖い、もしかしたら事故ってみたいなことがあるからな。セイセイセイキン TV、 ナイス。ここはちょっと頑張ってドリブルしたいとこ。いいね。あ、ピーピーどこ行った。あ、ピーピーサイド開いてたんか。画面今レーダー 見る余裕がなかったから、もうちょっとね、見やすいとこにいてくれたらなと思いますけど。あー、抜ける。はい、あー、欲しいな。サンチェスいい動きするね、さっきから。厄介そうだな、あそこ。あ、取ってほしいな、それ。それ取ってくんないの。なんか今作はね、割と足出せば取ってくれそうなんだけどなみたいなパスをディフェンスがスルーするっていうことが多いんでね、この辺ちょっとどうにかしてほしいなと思いつつ、あ、ちょっとアザルに絡ん、アザル、カズル絡んぞ。あぶねえ、ナイディ誰、ボアちゃん。よし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 、ネイマちゃん、ネイマちゃん、カウンターに備えて。勝てないか。うわー、ナイス、スーパーラッキー続いております。うん、あそこだるいね。ラビオ、ラビオの高さうざいぞ。これはキーパー、あ、ナイス、触れへんのかい。もう出しちゃう。いやー、カーソル変われ、ナイス。はいはい、いいね。はい、いや、ダメなんかい。え、どうするの。お、フラスルが来る。いやー、そこ通るんだ。今のうまかったんだよ、もう。キーパーバチコン取ってくれるかなと思う。伸びるかな思ったけど、ナイパでしたね。え、ここがパー。ここパーしていきたい。あ、いいね。いや、惜しい。ロナウドだったらあるからな、あそこ。カウンター、コーナーキックものにしたいところだね。誰だっけ、ロナウド、ネイマール、アザール。アザールね、ベイルが一番いいんだけど。これ入るやつ？いや、オッケーオッケーオッケー。まあ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 、まあ、これ入るやつよ。ここどうするかだね、次は。エデン・アザールで。これ、あ、これ俺好きなやつ。いやー、引っかかってる、クソ。引っかかってるんかい。ちょっとあそこはね、ディフェンスの位置とかちょっと確認できない、あのスピードは。と、俺の動体視力の限界なのか。お、リトリートだからな、取りに行かないときつそうだよね。危ね、ナイス。よし、 PPP PPP どこだ。うん、ここ急ぎすぎてもきついね。ナイス、取った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 。うわー、届かん。オッケー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 、行こう。もう一発行くか。これがいいのか、中がいいのか、外がいいのか。まあでも外より中警戒するような、多分な。あー、取れない。まあまあまあ、まだチャンスつながっている、まだチャン、ちょっとパス、さっこいパス。あー、惜しい。あ、ベラッテある、ある。ほい、はい、 OK。 いや、マジか。ゲージもうちょっと貯めればよかったかな。足ちょっとね、今のはどうなんだろう。ゲージもうちょっと貯めてたら足出されてたかな。いや、迷った、今のは。オッケーオッケー、ミスったけど、まだマイボールつ、あ、続かない。
それ取れへんのかい。やばくねこれ。あ、これやばい。いやー、クソマジか。あそこロナウドにチンチンにされたな、完全に。うまいな、やっぱさすが。レイズ1600。ちょっと1点取りたいけど、あ、ダメじゃないこれ。やばくないこれ。やばくないこれ。落ち着いていこう。こねてるだけなんだけど、全くディフェンスが寄ってきませんね。これは厳しい戦いになりそうですね。どういうプランがいいんや。まあ、シュートは結構打ててるんだけど、割と入ってない。まあ、枠内が少ないもんね。5の3だから、5の4ぐらいでやっと1点取れるぐらいの。今作は本当にキーパーがパーパーだからね。あ、取れない。あ、残念。終わった。あ、ナイス。いやー、短いね。ちょっともうちょっと長め。いつもより長めにゲージを押すっていうのを心がけていきたいところですね。コーナーが続くよ、マジで。集中して冷静に。エデン・アザール、いや、カウンター狙っていこう、マジで。1点狙っていこう。あー、オッケー。これはまあいいでしょう。なかなかな。ここからどうしていくかな。ここね、リトリートの監督なんで、割とこの辺で持たれてもなんか中途半端なプレスしかかけられない。 OK、 ここね、チャンスだね。あるんじゃねえか。ケアされてる。あ、待って、うわ、相手が先に触ったかな。もしカウンターだから、カウンターなんで 3CB で止められないのという感じですけど。あ、あるね。いいね。ダイレで、あ、あるある、まだ。あ、オフだ。ちょっと人数が足りてない。3バックじゃない、3トップじゃないときついのかな。カウンターターゲット入れるか。サイドのウィングどっちかに。オッケー、ナイス。ネイマールの方がいいのかな。守備もハイプレスでもなく普通プレスぐらい。どういう感じなんだ。突っ込んでほしいな。無理か。オッケー。あ、危ない。おお、危ねえ。なんとか耐えた。64分か。時間が足りないですね。ここ勝てる。はい、取れる。あ、いや、カーソル変わった。オッケー。え、こうか。お、いいね。いやー、大場目が全然取りに来てくれんやん。前目のプレスしなきゃいけない。あ、これ勝つの。おい、ネイマー、あ、いいね。いいよ。はい、走らせて。ここ1点チャンスか。8人数多いよ。いいね。いやー、あ、ある。うーん、そこは狙われていると。くそー。取れる。取りたい。取れない。くそー。74分か。時間なくなってくるね。ムバッペ、スパサブムバッペを入れたいところだけど、なかなか入れられません。 OK。 おー、ナイスです。ここね、2人しかいないんだよね、もうね。あ、いいパス。いやー、ロナウド、なんで手前くんの。あっ、クソ、マジかよ。うわ、マジか。ちょっと力んじゃったね、今ね。うまいことシュート打てないわ。
寄せが早いからペナない。シュートまでいけませんな。ムバッペにしよう。ロナウド。サイドハーフのギャレス・ベイル。メルゼンス。メッシの方がいいような気するな。カウンターターゲット、バチコン2人入れてやろう。カウンターターゲット。ロナウドと、もういいや。もうちょっと失点覚悟で、2人とも、もう前線に4人残す形だったら、ちょっと80分で。あと10分しかないけど、2点取れるかもしんない。いや、2点、多分1点でも取ったらね、相手が、あわあわあわってなるから、それを、パーしていくと。そうすると、2点も取りやすくなるか。いいね、いいね。あ、いい、ロナウド。あ、いやー、オッケーオッケー。ムバッペ、よしよしよし、あるかもしんないぞこれ。あるんじゃねえか。今何分？ちょっとね、時間がちょっと。いいねいいね、じっくりこう、じっくり、とりあえずじっくり。あ、いいじゃん。いや、マジか。まだある？まだある？潰してくれ、潰してくれ。どんどん行かないと。どんどん行かないと無理。これ、ベラッティ無理だよね。足遅いもんね。いやー、時間切れ。チャンスあったな、最後。惜しかった。いや、でも2対1、自信になる試合ですね。いやでもまあ前半割と、後半の最後の方はね良かったけど、なんか最初からちょっと勝負かけてカウンターターゲットとかで前半ずっとね守備はできてたけど、まあそこそこできてたんだけど、攻撃でうまくいかずに、なんていうの、守りきれず潰れちゃって、結局カウンター受けるみたいな形が多かったんで、どっしり構えてたらいけてた守備が崩壊していったと。そこをカウンターターゲットで枚数残して前の方に、まあ、ちょっといけたら、攻撃できたらまた違う形になってたのかなと。相手も 4-4-2 だったから、割とその戦いは、まあ、別の 4-4-2 の人で試してみようと思います。いやでもそんなに差は感じなかったね。勝率そんな高くないのかな、もしかして。どうなんだろう。割とね、1600ぐらいになるとうまいなっていう人が結構いるんだけど、そこまでの差は感じなかったから、まあ、丁寧さとかメンタル落ち着きだったりとかで勝利を重ねてる人なのかもしれないね、うん、勝率どんぐらいだったんだ。なんでここいつも重いのかな。うん、81% だね。俺よりだいぶ強いわ。だから錯覚でしょ。力の差を感じなかったのは錯覚です。ということで、また日々精進していきますんで、よろしくお願いいたします。カムバックレイト戦、さようなら。ああ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。